天皇陛下の退位と皇太子様の即位に伴う儀式を準備する皇位継承式典事務局が設置されました国民の皆様がこぞって小道具ようなそして世界中の人々から祝福されるような事件としていきたいと思いますので。事務局では来年2月24日に行う天皇陛下の在位30年記念式典から 翌2020年に行われる秋篠宮様が皇位継承順位1位の講師になったことを示す立皇嗣の例までの儀式を担当します。また、国内外の要人を招く、大規模な儀式を円滑に実施するため、警備体制の検討や関係省庁間の連絡調整も行います。